はい、渡辺です。今回もスペシャリストを引き続きルインに。了解だ。確かに命令を。でクラスの方もね、このいろいろ使えるんだけど、今回もこれでいこうかなと思ってるんでね。サポートクラスのタイタンにヘリオンサルボにボディアーマーのクラスでニュークタウンのチューブデスマッチをプレイしてみたいと思います。これ今レベル4でもうちょいでこの試合で確実にレベル5まで昇進してあのレベル作成が可能になるんでね。はい、頑張るぞ。さっきスラムスでチームデスマッチやったんだけど、ちょっと成績悪かったから、悪かったっていうかね、少しね、だからあの何キロ2キロちょっと取らなかったんですよ。はい、頑張るぞ。敵のシャープシューターだ。この試合で間違いないよこれ。成績が20キロちょっといかなかったんですよ。18キロぐらいだったかな。途中参加で一入ってプロフェットを配置。またレベル5まで上がれなかったからね、ちょっと取れなかったんですよあれ。あ、上がった上がった、やったです。よし、これでクラス作成が可能になった。やっぱタイタン強いよこれ。お、7キロやってる。お、これまで8まで上がらないかなこの試合で。怖い怖い。ここちょっと行くかね。えずっと持ってるあいつ。バッチリですこれ。後ろ来るなこれ。カウンター UAV の投入を要請する。ちょっとここ行くか。いつもの俺の得意な補給屋が回転だ。ん？ねえ、あ、これか。離れた方がいいよ、これが出てる時は。8キロちょっとストップしてるな、キルが。セントリーオンライン。こうセントリーいいっすね。セントリー強いからね。おお、いいところ、面白いところやってるな。ここにじゃねえんだ。もうレベル5まで上がったからいいけどね。敵のスナイパーヘリが出てる。スナイパーヘリ、敵さんが引っ込んでるわ完全に。あらら、ストップしてるな、キルが。圧勝してる。でもこれ何やこれ、キルができんくなってるぞこれ。あ、ねえこれ急に強くなってんだよこいつら。あんな弱かったのによ、どうして意味わからないんだけど。やつは終わりだ。スキルがまた進んできた。上空に敵の UAV。 行くか。あらら、なんだこれ。ねえ、急に強くなってこれ、おかしくないこれ。敵をマークする。え、なんでこれ、全然キルできなくなってるぞこれ。戦況は悪化している。なんでこれ、なんでこいつらこんな急に強くなってんだこれ。意味わかんねえんだけどこれ。最初成績良かったのに。敵の CUAV を感知。うん、上空に敵の UAV。 は？意味わかんねえんだけどこれ。なんでこいつはこんなに強くなってんだ急に。やるべきことは分かっているな。やつはこちらが主導権を取った。よし、切りやっていくよこれ。
入ったな。よし、これでいいわ。これ13負けてるよ。これ逆転されてるぞ。これ密かに敵のハッカーによりシステムが感染した。あ、勝ってる勝ってる。レベル6まで上がったな。後半伸びなかったね。逆転してよ。逆転俺じゃねえか。やられたの最後に。ニュークタウンよ。やっぱりこれクラス作成できるようになったからね。レベル5めっちゃでかいのよ本当に。いろんなのがまた解除できるから、メインガンファイター1も解除できるからね。メインウェポンアタッチメント見つけるからね。あれね、いろいろ本当すごいよ。レベル5はでかいっすよ。かなり一応もうちょいで上がる、レベル4に上がるってやつよね。ダブル XP、レベル6まで上がった。ね、いろいろね。はい、プロミラさんありがとうございました。でかいよ、これ。ね、カスタム、12まで増えてるね。いつものように AKB48 のメンバーの名前つけていきますんでね。これ、入力してるんだけどね、プレステージ回すたびに、回したらね、またこれカスタムっていうのデフォルトに戻るんですよ。武器とかこういったのを設定してても。まあカスタム1だけちょっとね、いつもの、この渡らん前だけ入れて、やっていくかな。W 入ればもね、候補がこうやって、渡辺迷って自動で、出るんですよ。で、今ね、これ今、最初から設定されてる、この今、MX9、やってるんですよ。面接チャレンジ。ね。あとこれだけなんですよ。あとスチール1回やればスペクトラム&ゴールドメッセになるんでね。これやっていくから。で、リアクティブアーマーがいいな。これ分からない人のためにね、これ最初一瞬分からなかったんですよ。あれ？最初の前はね、これね、リアクティブメッセとマスタークラフト、最初から表示されてたんだけど、これテクニカルとどうだったんだろう。この右が、この表示、一覧に表示されてたんだけど、あ、いなくなってるなと思ったんだけど、あれと思ったんだけど、これ、L1 で、こうやって変えられるんですよ。アップデートで変更になってるんでね。これ、リアクティブ迷彩。これ。で、サイトはね、一応 EL をつけて、これも変わってるんですよ。前は L1、R1 で移動だったんだけど、色ね。今、三角でこうやって、これ、色々ってなってるでしょ。こうやって。変えるようになってるね。どうしよう。ハイブリッドマグ、ロングバレル。まあ、変えてもいいんだけどね。メインガファイター使えるでしょ、これ最初から。FMJ か大口径、迷いどころなんだけど、ちょっと大口径にして。弾数が多かったら FMJ がいいと思うんですよ。俺の考えはね。壁抜き。例えばよくニュークタウンでなんだけど、建物で、で、真向かいの建物内で、今持ってるプレイヤーさん、俺が狙ったら壁越しに隠れた場合 FMJ で撃ち抜くことはできるんだけど、これは弾数が多い方がいいんだけどね。だからコロダイトとか、弾数多いからいいと思うんだけどね。これ、弾数少ないんですよ。35発でしょ？この、ハイブリッドマグつけても、プラス10、45発なんで、ぶっ放しでやるとちょっとなくなるからね。大口径ちょっと選んで、スチールちょっとね、やってるときはね。どうしよう。イエロー外そうかな。外して、これ、タクティカルマスクはね、でもスカベンジャーいいっすよ、これ。これ、デッドサイレンスが18でしょ？ライトウェイト。ドリフターがいいな。で、今回のプレステージ6で AQ16 したこのフラグね。ピンを抜いた後に爆発。R1 長押しで送らせて投げる。このフラグを、組み合わせてみたいと思います。サイトつけたいんだけど、フラグつけたいんでね、ちょっと、プレステージ6で AK 反録したんで、このクラスでまた迷彩チャレンジやるんでね。で、今回、ね、5と6は使えないんですよ。5がね、レベル7でしょ？ダン6で、カスタム6がレベル8ダン6でしょ？あとは使えるんでね、
続きやっていきたいと思います。はい、今回はね、タイタンあったよね。このサポートクラスのタイタンに、ヘリオンサルボにスペシャリストはルインで、ニュークタウンのチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。